はい、どうも、クレス。今回もモダンウォーフェア3の実況プレイやっていきたいと思います。今回は、久々にこれでいきますか。イミヒビター。多分、近距離戦がね、メインになると思うので、ただね、前回ギリシャでこれ使った時にエイム速度が速すぎるっていう、ね、贅沢な悩みで、ちょっと待って。クソエイム。ちょっとエイム速度が速すぎるってので、結局。ああ、いいよ。ちょっとなんとかね、武器の感じが、軽すぎるんですよね。なんでこんなに待って。めちゃくちゃ、何放置してた。もう一人いるでしょ。まあ、いや。なあ。ナイスエビ。うまい。なんかね、やっぱりあぶね。リロード早いしね、これ。反射か。若干威力が、どうしても。今の誰死んだ奥にいる人か。さてさて。そっち。お敵が味方。おっ、危ねえ。高い服、高い服、いったん。あんまりこれ、あんまり向いてないかもしれない。覗く速度違うから。今まで覗きながらエイム合わせて撃ってみたいな感じだったから、早すぎてね、エイム終わった時にはまだエイム終わってないね。それがちょっと違和感につながってるのかもしれない。逆に、そんなにエイム早くない方が当たる説はある。あとやっぱり単発単発っていうか、連射できちゃうから、ちょっと2発目に頼ろうとしてハードスコープになりがち。最初はね、なんかこれいいじゃんと思ってずっと使ってたんだけどさ、なんか途中からそうでもなくなっちゃった。いいよ。くそ。ちょっと無理だな。これレーザーついてる？ついてないか。今の放置してるでしょ。ああ、味方じゃなかったの。敵だったの。やべ。惜しい。あ、でも結構キルできてるね。
ああ、めちゃくちゃ近距離だったら、ここまで、エイム、やっぱりあれぐらいの距離になると厳しいな。逆になんか、エイム速度遅くなってもいいから。どこどこ？どこどこ？怖い怖い怖い。うわあ、そこ。ちょっとアタッチメント変えてみようかな。SPX とかのサイトにしてみるのもありかもし、もしかしたら。よくわかったね。え？ああ、ちょっとね、次ちょっと、クラスじゃねえや。カスタムいじって、SPX のサイトにして、ナイス？指出てた。ちょっとやめよう。なあ、どっから出てきた？そこからの？わあ、めっちゃタイミングいい。サラスキル欲しいとこだ。ラスキルが欲しいよ。ナイス。ってことで、24キルでしたね。ちょっと武器じゃねえや。アタッチメント変えてみよう。試しに。あえてちょっと、エイム速度を落とすっていう、戦法でいきたいと思います。次。はい。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、さよなら。